高森町の共和製鋼、産業用ロボット向けブレーキの開発製造と精密部品加工を日本柱としているものづくり企業です。特に独自の技術で開発された無レージ作動ブレーキは幅広い分野に導入されています。ブレーキというと自転車や車を想像するけども、私たちが作るブレーキは除雪機や電動車椅子といった身近なところから航空機など幅広い分野で使われているよ。こちらで開発製造されたブレーキは接触音や摩擦が少ないため、従来品に比べ長持ちするのが特徴です。高い信頼性が求められる医療分野などでの導入も期待されています。こちらは精密部品の加工組み立てを行う部門です。あらゆるニーズに素早く対応するため、仕事の効率化を図るある取り組みをしているそうです。生産性の向上や働きやすい環境を作るため行われる改善、現場からの意見やアイデアを出し合い問題解決を図ります。金属加工の工程を見直して残業を減らしたり、職場環境を整えてみんなが働きやすい会社作りをしているんだよ。さらに主力製品に加え、新たな分野への挑戦が始まっています。これまで培ってきた技術力を結集して海洋、そして宇宙に関わる仕事をしています。海底に設置して緊急地震速報の迅速化や津波発生の速やかな予測に貢献する装置をはじめ、国際宇宙ステーションで使われている実験装置の開発・設計を行っています。この広いスペースは何だろう。あれ、みんな運動してるよ。経営手法の一つである健康経営、日常的に体を動かせる環境を作るため、社内にトレーニング機器を設置しました。ストイックな人もたくさんいて、トレーニングがハマる人も増えてるんだよ。健康な体が高い技術力や新しいアイデアを生み出すんだね。橋場社長、ここで作られた機械は幅広い分野で活躍してるね。当社の経営理念で地域のリーディングカンパニーという言葉を掲げています。この南信州の地域から世界中いろいろなところに使っていただける商品をこれからも提供していきたいと思っています。